スバル様。朝です、起きてください。そんな声と体を揺り動かされる感覚で僕は目を覚ます。もう朝なんだ。おはようございます。今日はご予定があるのでお早めに朝の身支度をしてください。おはよう。レミリアさんたちのお屋敷に行くんだっけ？そうでございます。わかった。もう少ししたら、支度し始めるから。わかりました。朝ごはんがもう少しでできますので、冷めないうちに起きてきてくださいね。わかった。僕がまどろみながら答えると、メイドのしずくさんは僕の部屋から出て行った。僕が身支度を済ませてリビングに来ると、朝ごはんはすでに用意してあって、しずくさんが待っていた。おはようございます、スバル様。朝食は用意し終わりましたので、どうぞお席に座ってください。ありがとう。そういい僕は席に座り朝ごはんを食べ始める。自己紹介が遅れたけど、僕はさつきスバル。目の前にいるメイドさんは、雨のしずくさん。うちの親が仕事の関係で、あんまりうちに帰ってこれないから、一年ほど前からうちでメイドをしてもらっている。一年の関係だけど、僕は未だにこの人のことをあんまりわかっていない。先ほどから私の顔をじっと見てますけど、私の顔に何かついてますか？ああ。いや、ちょっと考え事してただけ。そうですか。私に協力できることなら私に相談してください。さつき様のお父様やお母様にはご報告しませんから。ああ、そうさせてもらうよ。さすがに本人には聞けないよな。そんなことを考え、僕はしずくさんに作ってもらった朝食を食べるのであった。久しぶりね、さつき。2ヶ月ぶりくらいかしら？確かそれくらいでしたね。この人は、レミリア・スカーレットさん。この人と僕の関係を聞かれると、答えに困る関係としか言えない。親同士も知り合いだが、いい名付けというわけでもない。同年だが、同じ学校に通う友達というわけでもない。ただ、時たまこうして顔を合わせる関係だ。それで、そろそろ答えを聞きたいんだけど。何度そう言われましても、今の僕には縁遠いことなので、何とも言えないのが変わらない現状ですよ。そうは言っても、首を縦か横に振ってほしいのだけど。第一、なんで僕なんですか？レミリアさんほどの人なら、相手なんていくらでもいるでしょうに。そんなのは簡単なことよ。あなたのそういう私の思い通りにならないところが私をあなたに引きつけるの。言ってることが一つも理解できないんですけど。でしょうね。だって私の感情的な話だもの。でも少し不思議なのよ。私とサツキがこうして定期的に会うようになってから、それなりに経つけど、サツキはなかなか折れないなって。それはこっちのセリフでもありますよ。レミリアさんこそ、いい加減諦めたらどうなんですか？いやよ。私は欲しいと思ったものは手に入れないと気が済まないから。難儀な性格してますね。そうかしら？私は自分のこの性格結構好きなんだけど、それはそうと。今日はサツキのところのメイドは来てないの？いや、来てますよ。今は多分昨夜さんのところにいるんだと思います。そう？なんだかんだあの二人も仲いいわよね。ですね。まあ、僕らのことで何か意気投合するところがあったんでしょうね。それでもいいんじゃないかしら。うちのメイドの昨夜は交友関係がそこまで広いわけじゃないし。まあ、多趣味だからなのか、本人はあまり気にしてないみたいだけど。そう言われてみれば、しずくさんが僕の周りの人以外と関わってるところを見たことないかも。本当にあの人は不思議だな。ま、その辺はいくら従者とえ、私たちが介入するところじゃないから、本人たちが現状に不満がないことを祈るしかできないけど。しずくさんはわからないですけど、昨夜さんは不満なんてないと思いますよ。そうかしら？少なくとも、僕にはそう見えますよ。そう、ありがとう。ところで、今日はいつまでいてくれるのかしら？夜までいますよ。というか、夜まで返してはくれないんでしょ。それはどうかしらね。案の定僕が解放されたのは夜だった。晩ご飯やお風呂までレミリアさんに言われるがまま済ましたので、あとは帰るだけとなったので、しずくさんを呼びに来たのだが、あれ？しずくさんもしかして寝ちゃってますか？ええ、ちょっと一緒にお酒を飲んでたら、すぐに寝ちゃいました。まだお仕事中なのにお酒飲んでていいんですか？小さいことを気にしちゃダメですよ。まあ、確かにそうですね。そういい、僕はしずくさんを起こす。しずくさん、起きて。もう夜だから帰るよ。シュバル様？ろれつが回らなくなるくらい飲んだんですか？いえ、雨のはワインを2杯飲んだ程度で、そんな感じになってます。ワインって、そんなに酔いやすいものなんですか？さあ、人にもよるんじゃないですかね。昨夜さんはそう言いつつ、ワインを飲んでいた。しずくさん、起きた？僕がそう確認しても、しずくさんは何も答えずに静かに近づいてきた。どうかした？
あ、僕が問いかけても無反応なので、心配をしていたら、不意にしずくさんにキスをされた。そして僕にキスをしてきた当の本人は、僕に寄りかかり満足そうにまた眠ってしまった。あの、一応聞いておきますけど、しずくさんがこうなるのっていつものことなんですか？すぐに眠ってしまうのはいつものことですけど、さすがにキスされたことやされそうになったことはないですかね。それより、どうしますか？そんな雨の多いてさつき様は帰れないんじゃないですか？はぁ、泊まらしてもらってもいいですか？そうしてもらった方が、お嬢様方もお喜びになると思いますので、それはそうと、雨のとのキスはどうでしたか？どうって言われましても。僕の初めてのキスがこんな感じになったのがちょっと尺なくらいで、あとはなんとも。ああ、でも、キスは甘酸っぱいとか言いますけど、僕の場合お酒の味がしたくらいですかね。よかったじゃないですか。他の人があまり経験しないことを体験できて。よかったんですかね。それじゃあ、私はさつき様たちのお部屋の準備をしてきますので、雨野の解放をお願いいたします。昨夜さんはそういいこの部屋を出て行った。今日しずくさんのことで一つ分かったことがある。うちではお酒を飲ませないようにしよう。